トラドキ5第8競争スタートが切られました。一瞬1番へ向かっての先行争いとなっていまして、横に並んでいます。なおスタートは判定中、スタートは判定中となっておりますのでご注意ください。1番旋回しました。バックストレッチ、さあここは3艇並んでいますが、スタートでフライングがありまして、6号艇の長谷川フライング返還決勝、6番に関する投票権すべて払い戻し返還となっています。お手元の投票権は大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2コース1号艇長島、2コース2号艇倉田、内置き勢が好スタート。1枠インから先手1号艇長島、さす2号艇倉田、握っていった3号艇鷲田届かず、そして後方、5号艇隅が転覆か、内置きいた6号艇菅野が4番手、最後方4号艇谷川、なおスタートは正常でした。ここでお知らせいたします。5号艇隅瞳は失格、5番は失格となっています。1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番スタートしました。スロー勢がスタート優勢、インからトップスタート1号艇渡辺信弘、3コースから3号艇倉田重政、1マーク逃げる1号艇渡辺信弘に刺した2号艇伊藤博明、バックストレッチに入った先頭争い、後枠2人、わずかに1号艇渡辺信弘優勢も2号艇艇を並べるなどスタート正常、後方1艇アクシデントです。先頭争い2号艇1号艇接戦です。なおお知らせいたします。6号艇岡本翔太郎は落水のため失格、6号艇岡本落水のため失格です。1番、2番、3番ダッシュ4番、5番、6番です。外から6号艇の竹之内いいスタート、一周1マーク、1号艇の中島伸ばして逃げる、3号艇の応援マークリニック、さらには4号艇のタルミ、2号艇常住の内から6号艇の竹之内差し抜けて、バックスレッジ先頭6号艇竹之内2艇身3艇身リード、1号艇中島2番手1艇身差で2号艇常住、3号艇の応援も差がなく、4号艇タルミ5号艇青木スタート正常でした。一周2マークからスタンド前、6号艇竹之内、1号艇中島、3番手は2号艇の常住、レーサー2周目に入ってきます。4番手が3号艇上、その後ろ4号艇たるみ、立て直して5号艇の青木が最後方です。2周1マークの旋回、6号艇竹の内、1号艇中島の内、2号艇の常住、かわした1号艇の中島バックスレッジ、2番手3番手が2号艇の常住、4番手定冠差を詰めてくるか、3号艇の大江と4号艇のたるみですが、5艇身6艇身とリードを取ってバックスレッジ3番手2号艇の常住です。2周2マークからスタンド前、3番手は2号艇の常住、内から3号艇の大江ですが、ひなみなぞってちょっとバランス崩しかけましたが、3号艇の大江ですが、いやアクシデント発生か、3号艇の大江はアクシデント。最終周回しは6号艇竹之内、1号艇中島、そして3番手2号艇常住のうち4号艇トルミ、しかし2号艇の常住最終バック単独の3番手へ、上位体制は6番1番2番の体制です。4番手が4号艇トルミ、5号艇の青木が5番手最後方ということになります。3号艇の大江ですがアクシデントがありました、失格となっています。シリーズ3日目の戦い、準優勝戦前のラストの一般カードを迎えています。第9レースを行います。なおこの9レース2号艇の飯山幸三選手は家事都合のため欠場です。幕成3対3でスタートしていきました。 2,3 コースがへこんだスタートになりました。角から4号艇横出しかけようという展開ですが、3番とぶつかってという動き、外の方も厳しい流れになってきて、堂々押し切った1号艇トップ、そして1艇アクシデントになっています。
先頭は1号艇の西野、追走は2号艇のシローズ、4号艇の横田、内に3番の末永が迫って、その後は6番の大場です。スタートは前提正常でした。5号艇の中村が1周1マーク転覆のため失格です。5番の中村は1周1マーク転覆のため失格となっています。